しゃーしゃー、行きますか。行きましょう。では、行きますぞ。さてさて、ではでは、よし、三着出していくわ。うん、ベンズはまあ一応全部持っていくか。うん、オッケー、行こう。いや寒い。ここら辺で撮りますか。撮りましょう。ヤッホーボスです。そしてタカスです。はい、ということでですね、はい、久しぶりにやってまいりました、うん、星撮影ということでですね、うん、2021年初めてのね、こう夏の天の川を今日は撮影していこうと思います。はい、でですね、今日は、まあ、奈良県のとある、まあ、山ですね、うん、まあ、田舎の方に、来たんですけど、はい、例えば3月はですね、天の川が出てくる時間が、深夜の3時半ぐらいからしか出てこなくてですね、はい、夏の天の川、そう、夏の天の川、あの濃い部分ですね、天の川の、うん、で今だいたいちょうど3時半くらいで、はい、いい感じのスポットも見つけられたの で、 そうですね、今から、天の川の写真をね、うん、撮っていきたいなと思います、はい、ということでですね、本当、まあ、今運よく誰も人がいないのでこのように光を照らせてるんですけど、はい、うん、人がいた場合はですね、こんな風に光を照らすことはできないので、うん、皆さんも、星撮影の場合はですね、光にはね、お気をつけて楽しんでいただけたらなと思います、はい、ということで、そんな感じで、うん、早速ですね、はい、セッティングの方していきましょう。イエイ、頑張ろう、頑張るぜ。はい、ということでじゃあね、セッティングしていきたいなと思います、はい、ですね、僕は基本的にライブビューで撮るんですけど、うん、基本的な星の撮り方というか、うん、まあ、設定ですね、うん、について、お話していきたいなと思います、はい、で今は僕はですね、こちら、20mm の F1.8 の単焦点レンズをつけていて、うん、F 値はですね、基本的に開放で、うん、うん、撮っていきます。なので今は F1.8 にします。まあ、ある程度絞った方が、うん、そのいわゆるコマ収差って呼ばれる収差だとかね、うん、まあ、画質の改善が図れるんですけど、うん、基本的にはですね、開放でいいと思います、うん、はい、で続いて、シャッタースピードを決めるんですけど、はい、今 20mm、 これシャッタースピードはですね、うん、その画角によってどこまで伸ばせるかっていうのが違ってきてですね、うん、はい、まあ、目安なんですけど、まあ、大体 20mm だったら、まあ、15秒くらいがいいですね、うん、なんで、まあ、今回僕は15秒に設定します、うん、でこれがだから例えば 14mm とか、うん、高しか持ってる 14mm ね、 そうですね、 14mm だったら、まあ、20秒とかでもいけますし、うん、まあ、25秒はきついか、まあ、それはきついね、うん、20秒 14mm だったら20秒くらい、まあ、逆に 35mm だったら10秒とか、そう、まあ、そんな感じでですね、まあ、なんか計算式とかもあるみたいなんですけど、うん、自分の持っている、うん、そのレンズの焦点距離で自分がどこまで許容できるのかっていうのをですね、実際に撮ってみて考えてくださればいいんじゃないかなと思います、うん、僕はですね、大体 20mm は15秒ぐらい限界かなと思ってるので、うん、今回は15秒で設定して撮っていきます、はい、最後に感度なんですけど、はい、感度は正直状況によるんですよね。まあね、綺麗な星空というか、よく星が見える場所だったらそこまでやれなくても大丈夫ですし、うん、逆にちょっと暗いというか少し星の光が弱いところだったら上げなければならない、うん、っていうので、僕は基本的に最初は3200ぐらいに設定して撮るようにしてます。でもしちょっと暗いなっていう場合はそこから感度を上げたりだとか、もしくは逆に下げたりだとかっていう感じでですね、設定を決めていきます。ということで今日はとりあえず今3200に設定して、もしかしたらこれはちょっと変わるかもしれません。てか基本的に皆さんが思っている以上に露出は明るくした方がいいと思います、うん、そうね、ここね、音が暗いから、そうそう、今ここめちゃめちゃ暗い状況なんですよ、うん、暗い状況でモニターを見るとすごく明るく感じちゃうんですよ、うん、そう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 、でも実際パソコンで見たらあれめっちゃ暗いやんっていう現象が起きるので、何回もやらかしてますからね。そう、思ったより明るめに撮った方がいいと思います、うん、でヒストグラムをそういう時は見てほしいんですけど、うん、ヒストグラムがですね、こう山形になる時が結構理想なんですよね、うん、あ、撮れたと思ってもヒストグラムが左に寄ってたら結構暗めに映ってしまってるので、うん、暗い明るいの判断っていうのはヒストグラムを見て、やっていただけたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じでですね、じゃあ設定は決めたので、うん、あとはですね、このマニュアルフォーカスでピントリングを動かしてですね、うん、こうライブビューでね、こう拡大して
星を探してピントリングでねピントを動かしてマニュアルフォーカスでしっかりと合わせてからシャッターを切るっていう風な流れで、こんな感じで撮っていきたいなと思います。はい、はい、ということでですね、今試しに撮ってみたんですけど、はい、ISO をね3200からやっぱり4000にしました。うん、でヒストグラムが今こんな感じにねなったんですよ、うんうんうん、こんな感じで、うん、今山がこう真ん中に来てるじゃないですか、はい、だから、まあ、こんぐらいが目安だと思います、うんうん、ということでそんな感じでね、天の川の写真を撮っていきたいと思います。はい、よっす。うわ疲れた。いやそれな寒すぎるな、ね、3月やけどちょっと油断してたわ、うん、マイナス2度ぐらいかな。ほんまに寒い、しんどい。はい、ということでですね、はい、無事に撮影を終えて車の中に戻ってまいりました。はい、ということでですね、はい、本日は、まあ、2021年初めてのね、うん、夏の濃い天の川をね撮ってみたんですけど、皆様いかがでしたでしょうか。いや久しぶりですね、うん、夏の天の川、本当に久しぶり。なんかほんまに半年ぐらい、多分最後大台ヶ原とかそこら辺行った時が最後だったと思うんで、本当にかなりね、うん、前、うん、だったんで、なかなかね楽しかったですね、うん、やっとこの季節が来ました。やっとこの季節がやってまいりましたよ、本当に、はい、まあでもやっぱ3月はまあね、あの出始め、うんということでですね、時間帯がね、うん、まあ少し限られてしまうんで、まあ、もっと本番はこの先この先になってくると思うんですけどね、たくさんまたね今年も夏の天の川撮っていきたいなと思います。今日はまああんまりね、うん、枚数はその撮ってないんですけど、はい、まあ、とりあえず天の川を映したかったっていうのが目的だったんで、うん、まあ割となんていうかいい感じの構図で撮れたんじゃないかなと思います、うん、ね、うん、まあ今日撮れた写真こんな感じなんですけど、うん、右側にね、いい感じの高さの、木があって、うん、まあうまいことその間からね斜めに天の川が顔を覗かせてくれたっていう感じで、はい、まあ、すごい、構図もねよく天気もよくということで、うん、非常に良い天の川スタートをね、うん、切れたんじゃないかなと思います。はい、はい、ということでまあそんな感じで、今日の動画終わろうと思います。ということで皆様本日も皆様ごはい、ということでですね、本日も皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。少しでも良かったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバ